マイデリ TV をご覧の皆様、泉野明を演じました真野エリナです。影井敏夫です。あ、監督の押井です。そうですね、この劇場版では、シリーズではいろいろなことをしてきまして、結構こう隊員たちがおバカなことをずっとやってきたんですけども、この劇場版では見どころはたくさんあるんですけど、私たち隊員目線からすると隊員たちのこう葛藤だったりとか成長だったりとか、そういう人間的な部分も表現されているので、そういう部分も見てほしいなと思います。見どころはもう一つですね、やはり長期間の構想の上、成り立った実写版でございますから、見どころは押井守でございます。押井守の全てを私は堪能していただきたいと思っております。何を言いたいんですか。押井さん、押井監督は今の福井さんの言葉を受けて、いや、今回に関しては今までの私の作品は全て忘れてもらってですね、ジャニーとにかく、かっこよく撮りましたんで、楽しんでもらえれば、それが一番、あんまりごたごた考えずに見ていただいて、面白く なるようになってます。いろいろ考えてもそれはそれで面白いんですけど、あんまりね、あんまり私は出さない方がいいと思う。そのことですよ、新作の作品なんですよこれ。監督、それね、それあんまり言い過ぎると多分当たんなくなっちゃうから。なんだろう、パトツって面白いんだけど、見てればそれはそれで面白いんでしょうけど、別に見てなくても、別に全然構わないっていうか、これだけで成立するようになってますので、逆にだから気になったら遡って見てもらうっていうのが順番としては正しいと思うので、これはこれで面白かった、次行こうかでも構わない。それはお客さん自由ですから、僕自身はそんなに意識してないんです。実は十何年も経っちゃってるから、16年経ってるんで、昔そういうのもあったなってぐらいですね。だから なんとなくだから今の時代の雰囲気みたいなもの、今の時代のなんかこう危なっけな雰囲気っていうかな、それが出ればいいかなっていう何思ってます。何かお言葉いただけないんでしょうか。気になりますね。できるものならばやりたいですけども。そうなんですか。お金がなきゃできないので。なかなかね、そう簡単にはいかないですよね。押井さんの作品はね、もう本当にね、潤沢な資金がないとできない。はっきり言うけど。もうね、そんな簡単にね、続編とか言わないでいただきたい。本当に大変なんですから。早いコンピューターも必要だし、編集のための。でも今回の作品は、今回で全部終わった風にはなってないので、続編を感じさせる風にはなっておりますので、いかようにもつなげられますよね、監督。いや別にね、お金なかったらなかった、ない風にやりますけどね。減り出さないとか。人間だけとかね。レーバー動かないとかさ。それだけど、レーバーなくなっちゃったとかね。だからそれみんなあんまり幸せにならないから。僕はそれでも楽しいんだけど、やっぱりみんなが楽しむためには、それなりにお金もどうしてもかかるので。優しかったらいいですね。20世紀末、テクノロジーの発展とともに普及した人型作業機械レイバー。巨大なロボットが日常となった世界の犯罪に備え、警視庁は特殊二課パトレイバー中隊を設立した。そして現在、解体の危機を迎えた彼らの前で日本を揺るがす反乱が始まろうとしていた。見えない戦闘ヘリだ。すごい。確か名前は AH-88J2 回グレイゴースト。消えちゃったよ。決まったそうね、特殊二課の解体。あれ、動かせます。
あいつは東京の上空を飛んでるだけで1000万富を人質に取れるわけだ。嵐が来る。ネクストジェネレーションパトレイバー首都決戦。